ラフィーだろ。それならよろしく。僕の名はティッピーブルー。このケープコットじゃちょっと名の知れたポストマンさん。見てくれこのカバン、みんなの手紙、思いがいっぱい詰まって本当に甘いなんちゃってこれ傑作だ。思いと思いでダブル思いださよなら。待ってくれよダッフィー、ミッキーと一緒に冒険の旅に出るんだって。世界は楽しいことばかりじゃないんだぜ。おっと、興味を示してくれたな。そう、世界には恐ろしいことも待ってるんだ。寒い山には雪男イーティが住んでいる。深いジャングルには不気味なヘビ。航海中に嵐にやって巨大なタコに会うかもしれない。どうだ怖いだろう。ヘビー、驚かすなよミッキー。ダッフィー大丈夫だよ、僕がついてる。僕たちには楽しいことが待ってるんだから。嵐の海や恐ろしいジャングル、雪の山に地面も遠いんだそうよ。この翼でひとっ飛び、そのお話とやらを僕がミニーに届けてやる。なんといっても僕はポストマンなんだぜ。ラッキー、例えばどんな冒険がしたいんだい。じゃあこんな冒険はどう。広い砂の世界に行こう。ラクラがゆっくり歩いてる。真っ赤な夕日に誘われて、素敵な緑のオアシス、アジンジャスミン住んでる。不思議なランプをこすって街を呼び出そう。魔人？なんだっけ。ジーニーさ、ジーニー。魔法の絨毯で大空を駆け巡り、そしてみんなでフレンド一枚。わあ、素敵な世界、人魚のアリエル住んでいる。黄色いお魚お友達、いつも楽しく笑ってる。誰だかわかる？ブランダーさん。ブランダサンゴのお庭を散歩する。そしてみんなで記念の一枚。それも素敵だね。うん、もっと聞かせて。夢の国の仲間たちがゴンドラに乗って笑ってる。愉快なワンちゃん本当に追って慌てて寝る。どう
冒険のお話をこのカバンの中に入れなきゃいけないんだ。ちょっと整理しとかないとな。あった、こいつは、あった、こいつは、あ、これもう